サッカー高校放送部2年、谷岡由美です。今日は高知県おもてなし県民表彰を受けた地域マネジメント部を紹介します。高知中高生ニュース。今回は佐川高校から。地域活性化をテーマに活動している地域マネジメント部の気になるニュースをお届け。地域マネジメント部の活動内容や活動の目的を教えてください。地域マネジメント部では高校生にできる地域活性化を行っています。地域企業様と連携して商品開発を行ったり、地域イベントに参加して地域を盛り上げる活動を行っています。地域マネジメント部に入って良かったことを教えてください。はい、初めての、ことをたくさん経験することができるということです。地域の魅力を発信するという地域密着型の活動はすごくやりがいを感じていますし、自分を成長させてくれます。特に思い出に残っている活動は何ですか？はい、今年2月にあった外国人への方のガイドがとても印象に残っています。言葉の壁はありましたが、みんなで一生懸命英語を練習し、当日は笑顔でガイドをすることができ、喜んでもらえたので、とても嬉しかったです。以上、佐川高校でした。バイバーイ。